皆さんこんにちは、小林哲也です。こんにちは、よしみです。はい、ということで、前回に引き続きよしみプロと一緒に動画を撮っていきたいと思います。はい、まあ、今日ね、何しようかなって考えたんですけども、まあ、2023年にもなりまして、まあ、久しぶりにちょっと対決しようかなと。はい、ガチンコ対決。1年ぶりぐらい。そうだね、まあ、一応僕も金枠になったんで。あ、よかったな。まあ、ということでね、対決をして行きたいんですけども、まあ、ただ対決するだけじゃやっぱり面白くない、うん、ということで、うん、視聴者プレゼントをかけて対決したいと思います。お、負けた方は自腹でまだ発売してない新作シャミ、はい、1名様にプレゼントしましょう。はい、まだ発売前ですか。発売前のやつを、1名様にプレゼントしていきたいと思います。はい、まあ、こちらは概要欄に貼ってあるんですけども、はい、ツイッターで、やりますので、皆様ぜひね、ツイッターフォローしていただいてリツイートしていただければと思います。はい、2人バージョンのやつを、コバティバージョンのやつを、1人にプレゼントしたいと思いますので、はい、どっちが自腹切るかちゃんとお金払いますから。はい、はい、ガチンコでやりたいと思います。はい、それで、ノーハンデ。ハンデいる？シードプロ、第2シードプロ。いやいやいや、全日本選手権者チャンピオン。そうやな、10ね、10。 OK、まあ、10が妥当かな。はい、はい、じゃあ10品でいきましょう。では皆様ぜひ最後までご視聴ください。負けないぞ。負けないぜ。よっしゃ、まあ、ということで、はい、いきますか。久しぶりの対決だな。ほんとだ。おお、いいよ。あ、7万ピン。ちなみにね、対決、コバ TV の対決、僕いろんな人とやってるんですけど、はい、まず負ける。全然勝てないんだよね。いや、私勝てるかもしらん。うん、よし、行くぜ。全然勝てない。いや、勝てるかも。ほい。あー、難しいよ。微妙だわ。バケット、難しいよ、バケット崩れ。よし。ついてこれたらね。お願い。あら、ついてこれたらね。お願い。あら、ついてこれたらね。ついてくよ。前回僕は藤村くんと対決して完敗でした。でも藤村の優しさでもらいましたけど。そうか、今回はガチンコですから。投げた方がさ、多分甘くなってんだよね、きっと。多分ちょっとさ、手前取られてるね。曲がれ。曲がれ。やっぱ調子いいな。よっしゃ。いや、めっちゃ外投げるわ。うちじゃない？はい。いや、めっちゃ外投げるわ。うちじゃない？はい。そう。ひどい。やー。イエーイ。ひどい。やー。イエーイ。それはいかんや。それはいかん。おー。お願い。おー。お願い。てか良すぎじゃない？ちなみにボールはアキュライン
ツアープレミアム4です。4って新しいの？いや、2年前いや、いいんだよ。おー、ちなみに僕はヨシミからくすねたリボルトハボック、泥棒。これね、知らない間にど、なんかプラグに出されてて、テツヤプロがいつの間にか投げてました。本当だよ、私が大事にしてたハボちゃん大事に使ってるから。可愛がってね。可愛がってるよ。試合を面白くしてくれ。試合を面白くしてくれ。てか何それ。なんかさ、それ、そういうスコア、コバ TV カップとかでも見たことないよ、こんな相手。確かに、去年コバ TV カップビリだったから。おー、これダッチマン。やっと残った。うちだったよ、ちょっと今。いきまーす。てか、ダボりたい、そろそろ。いいよ、ダッチマンで。ほい。ほい。やめてくれ。来た。来た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 。250でしょ。私241以上で勝ちなんですよ。10ピンあるから。まあね。でもまだほらこれ230ピースだから。そうだよね。よし。よしよしよし。まだまだ分かんない。これでいい勝負になってきた。まだ分かんない。うわー、打ちミス。すげえ、ひどい。このカウント大きいよ、このカウントは。いや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 、大丈夫。しかも360難しいからね。いや、私取れるもん、あれ。360大丈夫。と、信じてる。お、やっぱミスんないわ。スペアは大丈夫だけどさ、俺これ来ないとさ、ほぼ負けちゃうんだよね。そうね。来ることに意味があるんだよね。そうだね。 OK、 しゃ、来い。感じ悪いな。お、うわあ、7、6、これカウント2だよ。いや、これはいけない。これ後ろあるからさ、これ気をつけてよ。さあ、難しいよこれ。おお、あ、取っちゃった。普通だった。私がダボれば自分で勝てるってことだよね。え、自力まだある。そうだね、242点だもんね。そうそうそう、よし。いや、超いい勝負、超いい勝負。そっか、10ピンがでかいな。よっしゃ、超いい勝負。お願い、超いい勝負。お願い。うわうわ、252までってことだよね。そう、だからとりあえずてつやさんはもう一発来ないだろ。250って行かなきゃいけないね。うわ、
へぼったああ、ね、全然違うとこ入れたでしょ。遅いよ、遅い。危ない、危ない。ああ、いい勝負だったのにな、悔しいな。ハンデ5だったらよかったね。5にしとけばよかったな。ハンデ。うわー。はい、ということで皆さんご覧の通り、僕が237点、ヨジュビロ231点だけどハンデが10。プラス10。うわー。手振り2投目だよね。そういうことで皆様、はい、哲也プロからプレゼントになりますので。わかりました。僕の方で投稿しますので、はい、ヨジュビプロにもリツイートしてもらいますけども、僕とヨジュビプロをフォローしてもらって、まあ、できたらコバ TV チャンネルを登録、していただきたいなと思います。で、抽選で1名様に、シャミプレゼントしていただきますので、ぜひたくさんのご応募お待ちしております。はい、応募方法はフォローして、フォローしてリツイートで OK、 はい、リツイートしていただいて、はい、はい、そこから、僕らの方で、抽選させていただいて、当選者は DM を送らせていただきますので、はい、哲也プロの個人のアカウントを、はい、まあ、そう、まあ、僕の投稿を見てください。はい、はい、で、よしみプロもフォローしてください。ぜひ、はい、で、コバ TV のチャンネル登録していただければと思います。悔しいけど、まあなんかさ、2023年いいスタートじゃないこれ。確かに、なんかいつもはどっちかがめちゃめちゃ悪いからとかさ、なんか2人でよくなんかグダグダな190対195とかさ。確かに、いい、まれに見るこのストライクのね、ちょっと皆さんちょっと出た感じね、最後の本当に手振りまで分からなかったもんね。確かに、いや、面白かった、はい、ということで皆さんぜひね、ツイッターの方リツイートしていただいて、はい、1名様にプレゼントさせていただきますので、はい、楽しみにしていただきたいと思います。ということで今日の動画は以上になります。はい、まあ、たまにはこういった形でね、撮りたいと思います。最近声が上がってます。けやきちゃん出ないの、きみちゃん出ないの、りなちゃん出ないのって、あのこの前きみちゃんと一緒にお仕事したら、はいはい、すごいみんなに最近そう言われるって言ってました。みんなやっぱりコバ TV に出るようになってから忙しくなっちゃったんだな。みんなコバ TV 出るようになってから人気になってしまったみたいで、なかなか出演難しいんですけど、でも本当になかなかスケジュールが合わないので、ちょっと一回どこかでみんなにお願いして、ね、合わせてまた4人とかで5人とかで撮りたいと思いますので、はい、皆さんもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということで今日は以上になります。それでは皆様ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。